昨日午前、門別市大山町に設置された箱穴にクマ1頭がかかっていたのを市の職員が見つけました。クマは体長1.6メートルほどのメスで、猟友会によって駆除されました。門別では先月下旬から市街地へのクマの出没が相次ぎ、今月に入ってからもすでに8件の目撃情報があります。市は、 昨日駆除された個体以外にも市街地へ出没しているクマは少なくとも3頭いると見ていますこのため引き続き市内3カ所に箱穴を設置し警戒しています